朝いい朝さ。あっ、よしよしよし。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ピンク星からやってきたあなただけのお姫様、永遠の16歳森有こと森崎アリスでーす。はい、これを知ってる人も知らない人もなんかすいません。今回はなぜこのおっぱいさちった。なんでこの T シャツを着ているかと言いますと、本当にこのままなんですけど、松井くジャパンプロジェクトの生放送が明日急遽なんです。私も昨日知ったんです。明日私出ます。すごい唐突なんですけど、すごい自分で編集大変にしてるの分かってる。12月19日ですね。何曜日？12月19日月曜日の夕方のね、多分17時半から18時ちょい過ぎまでアプリを構えていただいたりとか、うろうろこうしていただけたらちらっと私遭遇できるかなと思うんですけれども、アベマ TV さんに出させていただくことが決定しました。アベマ TV さんはですね、何回か以前も出させていただいてるんですけれども、今回松井アンバサダーとして3名出ることになっていまして、私と他2名のアンバサダーが出ることになっています。パンサー向井さんと渡辺直美さんが今回いらっしゃるということで、もう本当にね、私どうしようって感じなんですよ。というのはですね、やっぱ私これなので、松井くを広めようっていう感じでね、こうやっぱピンクにしているっていうのもあるのかもしれない。私もともとピンクなんですけど、丈がこれなんですよ。これで、この間ね、発売されたばかりの、あ、ディズニーボトルじゃなかった、普通に愛用してる、ただ単に愛用してるまつげ美容液だった。これは違うんですよ。この間ディズニー限定ボトルが発売されたんですけれども、10月かなに発売されたんですけれども、この松井くのアンバサダーを私ずっとやってるんですよ。これでこれね、綿がパフパフしててすごく使いやすいんですけど、ちょっと待って、ぼやけるぼやける、見えるかな、クリームパンしか見えない。まつげを広べる、いやだだだ、まつげを広べる、いやだだだ、まつげを、まつげをじゃねえよ、まず松井くを広めるべく、私森崎アリスとその他のアンバサダーの子たちと一緒にですね、原宿とか新宿とかいろんなところをこううろうろとするんですけれども、場所がね、私いまいち分かってないので、アプリをね随時確認していただけたら即できるかなと思います。で、新宿にいれば多分森有どっかにこれの格好でいると思うので、皆さん見かけたら森有じゃんって言っていただけたら、はい、面白いと思います。私的に、私が面白いだけ。はい、当日はね、これだと寒いなっていう思ってんのよ。寒いよね、普通にね。前回の衣装なんですよ。公式アンバサダーとして前回のアンバサダーが今48人いたんですけど、12人ぐらいに絞られて、そのアンバサダーの、公式アンバサダーのが今回この松井くプロジェクトの T シャツになってるんですけど、今回明日寒いよなと思って、ちょっとね着るか迷ってます。明日とりあえず12月19日月曜日の17時半から6時、まあ、7時ら辺までのアベマ TV にちょろっと出させていただくと思いますので、てか出るんですけど、どういう風に進むかが私本当にわからないんですけどね。なので本当に緊急告知なんですよ。本当申し訳ないです。パソコンからでも見れますし、携帯からでも見れますし、生でも、生で通りすがって、あ、盛り上がりだって思う人もいるかもしれないですし、本当にどこで出くわすかがちょっとよくわからないのであれなんですけれども、明日月曜日夕方5時以降から7時まで、夜まで、はい、盛り上がり頑張っておりますので、皆さんぜひよかったら見てください。ということで、今日の急遽の番宣はそんな感じでございます。明日です。明日見逃さないでください。見れたらでいいので大丈夫です。はい、ということで森有でした。皆さんよろしくお願いします。バイバイ。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。過去の動画はここら辺に出しておきます。なんで今日噛むの、すごく噛むよ。はい、ということで森崎有でした。ぜひ皆さん明日見てみてください。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。